兄さん、兄さん、兄さん、起きて。おはよう兄さん。もうお昼過ぎちゃってるんだけどね。今日は夏休みの補習があって、さっき学校から帰ってきたばかりなんだ。ごめんね、勝手にお部屋に入ってきて。でも最近の兄さんなんだかすごく疲れた顔してるから心配になっちゃって。夏休みで家に帰ってきてからはほとんど部屋から出ないから様子を見に来たんだよ。顔色が悪いけど大丈夫？もしかして風邪ひいちゃったのかな。ちょっとおでこ借りるね。よいしょっと。熱はなさそうだね。気分は少し悪いの？何か欲しいものがあれば買ってくるけど。今は大丈夫？そっか。兄さんの顔ちゃんと見れたし、私はもう出ていくね。もう少しいてほしいの？わかった。兄さん、最近眠りが浅くてうまく寝れてないんだ。夜に何度も目が覚めてまた寝るの繰り返しで、睡眠時間が長くなってたんだね。もしかしてだけど、その原因ってストレスなのかな。やっぱりそうなんだ。寝るとき嫌なこととか将来への不安とか頭の中ぐるぐる考えちゃうんだね。もし何か辛い悩み事があったら相談に乗るよ。私に話したところで何も問題を解決できないかもしれないけど、兄さんの苦しみを私が共有してあげられる。何かを悩んでる時って、それを誰かに話すことで心が楽になると思うんだ。もちろん言いたくないことだったら言わなくてもいいよ。そっか。でも本当に辛かったら何でも話してね。お礼なんていいよ。だって家族なんだから。でもやっぱり兄さんが辛そうにしてると私も辛いかな。だから今日は私が兄さんを癒してあげたいって思うんだけど、どうかな。どうやってって？それはね、耳かきでだよ。私、耳かきには耳の掃除以外にも癒しの効果があるって思ってるんだよね。だって耳かきするのってすごく気持ちいいでしょ？だから今日は兄さんに膝枕をしながら耳かきをしてたっぷり癒してあげる。たまには遠慮しないで妹の私に甘えてもいいんだよ。うん、決まりだね。それじゃあ私の耳かきセット持ってくるから待っててね。兄さん、私の膝枕の感触はどう？太ももがプニプニしてて気持ちいい？
兄さんに膝枕をする機会って今までほとんどなかったから、なんだか不思議な感じがする。私が耳かきをしている間、兄さんはそのままリラックスして頭を空っぽにしててね。それじゃあ耳かきを始めるね。痛くない？よかった。それじゃあ続けていくね。耳かき、気持ちいい？誰かに耳かきしてもらうのってすごく気持ちいいよね。兄さんにもたくさんしてあげるから、耳かきの気持ちよさをたっぷり堪能してね。
一通り大丈夫かな。それじゃあ梵天で耳をきれいにするね。の耳は終わり。今度は頭をくるんってして反対側の耳を私に向けて。よし、それじゃあこっちも耳かきしていくね。こっちも痛くない？日本の夏が暑くなってる気がするよ。昨日、学校の補習の帰りに友達とアイスたくさん買って食べちゃった。兄さんの分もアイス買ってきたから後で一緒に食べよ。
こっちの耳も終わったから梵天で綺麗にするね。よし、これで耳かきは終わり。そうだ、普通の耳かき以外にも耳を気持ちよくする道具をいろいろ持ってきたんだけど、試してみない？どれもすっごく気持ちいいんだよ。しっかり気持ちよくしてあげるから任せてね。はーい、今度はブラシタイプの耳かきだよ。これは化粧品のマスカラみたいに棒の先端にブラシがついてるんだよ。このブラシで耳かきをすると耳垢がごっそり取れるし、耳の奥をブラシが気持ちよく刺激して癖になっちゃうんだよね。まあやってみた方が早いかな。それじゃあ始めるね。と、耳の奥、ブラシが刺激して、ゾクゾク、気持ちいいでしょ？それじゃあ、続けていくね。私は学校の友達と夏祭りに行って花火見る予定なんだ。あとクラスの人とみんなで学校で着物見するんだよ。
これぐらいでいいかな。どうだった？気持ちよかった？私もこのブラシ耳かき気に入ってるんだ。それじゃあ反対側の耳を私に向けてね。こっちも耳ブラシ入れちゃうね。大丈夫？痛くない？じゃあこっちも始めるね。進路とか将来何がやりたいのかとかまだ全然何も考えてないけど、今の私すごく成長してるなって思ってる。だからそんな私の幸せを耳かきで今回のお裾分けしてあげる。
よし。これで耳ブラシを使った耳かきは終わりだよ。はい、お疲れ様。兄さん、私の耳かきで気持ちよくなってるみたいで嬉しい。ちなみに、もっと気持ちいい耳かきがあるんだけど、やってみたい？兄さんにもやってあげたいんだけど、禁断の耳かきなんだ。やり方は、ローションをつけた綿棒で耳かきをするんだけど、耳の中がローションでぐちょぐちょに濡れちゃうから、後で洗ったりきれいにする必要があるんだよね。その代わり、耳の中をぐちょぐちょにかき回すから、すごく気持ちいいの。やってみたい？耳を気持ちよくするためだけにする耳かき。うん、わかった。でも、後でちゃんとローションを洗い落とさないとダメだからね。それじゃあ、綿棒にローションをつけてっと。よし、このまま兄さんの耳の中に入れちゃうね。どうかな？最初は耳の中ぐっちょりで気持ち悪いかもしれないけど、やっていくうちに気持ちよくなるから大丈夫だよ。だんだん気持ちよくなってきた。夏休みが終わったら、また兄さんとはあまり会えなくなるけど、実家に帰ってきた時はまた耳かきしてあげるね。別に遠慮しなくてもいいんだよ。たまには兄弟のコミュニケーションを取らないとね。
ないでいいかな。それじゃあ、反対側の耳を私に向けてね。よし。こうやって新しい綿棒にローションをつけてと。こっちの耳も始めていくね。兄さんとは一緒に遊んでないんだもん。ね、いいでしょ。やった。ありがとう。どこに行くかは考えておくね。夏休みの楽しみがまた一つできたよ。
このぐらいでいいかな。はい、耳かきは終了だよ。お疲れ様。それじゃあ、最後にとっておきの癒しをしてあげるね。兄さんの頭をたくさん撫でて、いい子いい子してあげる。まずは、いっぱい疲れが取れるように、深呼吸をしようね。私の合図に合わせて、ゆっくり鼻から、お腹いっぱいに息を吸って、その後、ゆっくり口から吐き出してね。はーい。吸って。吐いて。吸って。深呼吸は終わりだよ。それじゃあ、優しく頭を撫でていくね。目を閉じて、頭の中空っぽにして、リラックスしててね。なーで。なーで。もし、眠たくなったら、そのまま寝ちゃってもいいからね。よーし。よーし。兄さん、今日までたくさん頑張ったね。なーで。なーで。兄さんがいつも頑張ってること、私は知ってるよ。よーし、よーし。頑張ることに疲れたら、休んでもいいんだよ。なーで、なーで。兄さんは何も考えないで、休んでもいいんだよ。よーし。よーし。もう頑張らなくてもいいんだよ。もう逃げてもいいんだよ。なーで。なーで。迷ったり疲れたりしたら、立ち止まってもいいんだよ。よーし。よーし。たくさん休んで、答えを見つけたときに、またゆっくり歩き出せばいいんだよ。なーで、なーで。兄さんは、もっと自分のために生きてもいいんだよ。よーし、よーし。他の人の目なんか気にしないで、やりたいことをやればいいんだよ。なー
他の人が否定しても、兄さんがやることを私が認めるから。よーし。よーし。だから、頭を空っぽにして、一緒に休もう。なーれ。なーれ。兄さんは大丈夫だよ。大丈夫。よーし。よーし。世界はどこまでも広がっていて、綺麗なものがいっぱいあるから。なーで。なーで。きっと、いつか出会える。よーし。よーし。辛くなったらいつでも戻ってきてね。なーで。なーで。嫌なことは私が全部撫でて消してあげるから。よーし。よーし。なーで。なーで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 。よーし。よーし。おはよう、兄さん。今日も体調良さそうだね。はあ、明日で夏休み最後だね。はあ、そうだ。またしばらく兄さんと会えなくなっちゃうし。今日は兄さんのしてほしいこと、何でもしてあげるよ。耳かきでも、何でも言ってよ。耳舐め？それって、耳を舐めてほしいってこと？私も耳舐めが気持ちいいのか気になってたけど、やっぱり兄さんにやるのは恥ずかしいよ。そんなに落ち込まないでよ。どうしてもしてほしいの？今日は特別サービスだよ。それじゃあ、兄さんはそのままベッドに座っててね。
よし、これで準備完了。うん、他の人には絶対こんなことしないんだからね。耳舐めやったことないから気持ちよくなるかわからないけど、それでもいい？うん、わかった。それじゃあ舐めていくね。とろけちゃってるし、そんなに気持ちいいんだ。もしかして反対側の耳も舐めなきゃダメ？もう、わかったよ。それじゃあ、さっきみたいに耳の奥まで私の舌でえぐっちゃうね。
私の耳も気持ちよかった？恥ずかしい思いをして舐めてよかったよ。でも、もうこれで耳舐めは終わりだからね。え？また、してほしいの？また今度、実家に帰ってきた時に考えてあげてもいいかな？